マキヒコのプロフィール写真を変えてみました。めっちゃ良くないこれ。めっちゃいいよね。はい、では、ね、今日はですね、ついに全モンスター制覇ということでしょうかね。雷神ナルハタタ姫を狩りに行きたいと思います。ソロで初見で行きたいと思います。ちなみに防具とかいろいろね、強化ちょいちょいしてまして、まあ先にこんな感じで挑みますよってのを見せとこうかな。防御力324、結構高くない？でね、武器は今作れるいいやつを入れてます。あ、そう、スキルも結構良くてね、ほら、見切り6、腹減り無効。腹減り無効は恥ずかしいな。高速変形が3、めっちゃ良さそうでしょ。で、俺の予想なんだけども、風神が空中に反対向きに浮いてたよね。カットします。そしたら雷神は普通に地上にいるっていう、だからお互いこの合体すると円みたいな感じになるっていう風に俺は予想してます。伝わってる？陰陽のあのマークあるじゃん、白と黒のあの、ま、丸いマーク、ああいう風に風神雷神でこう上下に重なることができるっていう。で、いつか一生のクエストで出てきて合体を技すんじゃない？海よりデザル太鼓の城ね。いるんかよお前。太鼓を引き裂き現れたるは夢の後、英雄たちが夢の後。いや、最後の敵にふさわしい場所だね。うお、めっちゃ光ってる。水曜水曜特にないで、天然なる皆様、ここにある。役に滅び踏み荒らし、普通にダサくね。ちょっと普通にダサいし、普通に浮いてんだよな。なる神かっけえ。名前負けしすぎだろお前。おい、ちょっとカプコン、名前負けしすぎだぞこれ。金玉クソでけえやんか。てか場所がここなんだね。そう、なんつうの、大砲とかいろいろ歩け。てか一人用じゃないなこれ、間違いなく。で、あ、いるやんいるやん。おー、マックスプリキュアマックスハート。んで向こうにいらっしゃいますね。写真撮るか。よし、写真撮ろう、みんな。まずは最初写真撮ろう。あ、でもダウンした時の写真でもいいな。でも多分夢中になりすぎてな、撮れない気がするんだよな俺。戦闘入っちゃうとね。よし、行くぞ。待て待て、おーい。撮った撮ったんじゃない、今撮った。おおなにこれ。なにこれ、ボアパイン。よけ。ちょっと待ってね、まず動きを見るのもそうだし、おいおい、金玉からとんでもねえビームの数が。おお、壁が崩れるね。ちょっと待てよ、これはそういう系トリッキーだね。初めてじゃない、ああいう技で。その後にブレスが来ると、あ、違う、ブレスの後に突進が来る。今んとこ二角だね。地面が浮かび上がりの、そこに乗れるんじゃないのこれ。おお、乗るべきだなこれ。危ねえ。で、ここ弱点だろ、そういう。 150? 金玉やん、マジで。おいおい、こいつマジ金玉やん。やべえ、金玉って言った時ここ使わなくなるとやばいだ。金玉じゃない、ね、あの、チン玉。バカか俺は。で、突進が、あー、そうだね、ブレス突進確定コードだ。よっしゃ、そろそろ行っちゃおうか。3つぐらいまずめるとしな。はい、で、これは登る、絶対登らなきゃいけない。で、金玉パレード。また金玉って言っちゃった。やべえ、パパ教育間違えたのかな、俺が、俺じゃねえよ、お父さんの教育間違えた。金玉ってすぐ行っちゃうよ僕。ういー、そりゃ怒るよな。で、何かしらのアクションの時に、おお、面白いな動きで突進か。じゃねえ、ビームだ。何何何、もう殴っていいんじゃない。てか、なんでこいつら逆向きなんだろうな。
それがちょっと気になるわ。なんだ、おお、攻撃できねえんだよな、そこまで行ってると。これあれか、今壁にくっついちゃってんのかこれ。え、こうのそのそ動きやがってお前。でもこう、やべ、うい、やべね、攻撃俺のターン、相手の攻撃俺のターン、相手の攻撃俺のターンって、そういうなんかサイクルがあるね。だからこれでいいんじゃないか、テンポ的には。はいはい。で口からビームがドーンでしょ、でそこを俺が殴ると。オッケー、いいね。ちょっとステージ的な構成としてはあまつまか土っぽさはあるけど、おお、そういうことか。でそこの、あー、間違えた間違えた、うわー、完全に今コマンド間違えてたわ。これよく使ってくださいねってことね。あー、尻尾の先はどうなんだろう、壊れるのかな。オッケー、やっとハグできてきたわ。はい、で口ビームってことは、これ虫さんたくさんあれだな、常に持ってた方がいいな。あ、やばそう、うわ怖え。で、やな、オッケーオッケーオッケー、これもう撃っちゃおう、ここで。うおら、めちゃめちゃダメージ取ってんじゃん、いいねー。チャージしとこう。そうやー、ダメパネ、待って、ダメージパネ、ここ上行きたい。あ、使えなかった。ちょっとダッサピョーンっつって、ピョーンじゃねえよおい、ピョーンは来たせえ、ちょ恥ずかしい今の。さあブレス、これさ後ろガラキだけね、ただ全然食らわないんだろうな、ここ。あ、頭ガンガン通るやん、頭ガンガン通るね。あ、ちょっと待って、これいった、やばいやばい、危ねえ。よし、オッケー、でここ殴る、フェイ、で どうなる、なんかおかしいなモーションが、やばいやばい、一回引くのも、一回引くのも、ハリウホが解放されたぞ、バリスタ出てきたぞ、おい当たんないよ、よし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 、これ頭狙うのかな、どうなんだろう、あ、もう終わりか、あーやべ、わからねえ、今もう終わっちまうぞこれ、まだぞ、だ絶対弱いじゃんこいつ、ういきしゅい。でハリウホが解放されたということは何か使うタイミングがあるってことだな。おお、今度は逆さまになってる、もうプルンプルン状態ですね。麻痺じゃねえこれ、あ、麻痺もいちいちこれ出すんだお前用意周到だな。あ、なるほど、でも落とし物、飛竜砲来ました、まあコリオだしな。てかあれか、今思ったらこっからコリオが出てくるとか、クシャルだろうとか、今思ったらクシャルだろうとかいねえと思ってたけど、いるよなそりゃ、あいつらいねえわけねえもんな。うん、なんで逆さまになっちゃうんだ次は。あ、ここでよし、あ、ここも結構食らうじゃん、全身こいつ性感帯的だな、敏感すぎる、いけるな、余裕すぎる、おいえ、それいや、こいつは弱いな多分楽勝のドンちゃんのやで、今ちょっと攻めすぎてるかな、あ、やばそうだな、攻めすぎてる、あ、なんかすごそうだな、来るよ、なんかなんかなんか、うお、おい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 、どうしたらいい、おいおい、ん、そんだけちょっと待って、おいか、お前名前負けもそうだし、見かけた見かけた星もいいとこだろお前今のまあ近くにいたらちょっと痛いですよって感じかな。てかあれやってきてほしいんだが早くねえ、ちょっと飛ぼうか、その間に今のうちに飛ぶ、よし来た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 、あ、やべ、うわ、あ、待って待って、登れないパニック症候群、パニッシュよパニッシュよ、おー、しかも連打の方か、あー、しまったな、今解くのに夢中で全然打てなかった。てかあれだね、あの英雄の地みたいな感じだから、そのいっぱい埋まってんのかな、地面から出てきたらこれがなんかいっぱい入ってるってことでしょ、そういうことでしょ、地面にいっぱい入ってるってことでしょ、そういうことでしょ。おー、まだなんかすごそうの来たよ、うん、あぶねえ、あぶねえ、来たこれ、うわーい、ほーい、
待てめちゃめちゃおもろいんだが、あの弱いけどやってて面白い。あ、最高の敵だね。最高の敵です、こいつは。さ、またモーション変わったよ。うえ、あ、やば、こういうことなる。さあ顔面、これ顔面が弱点っぽい。弾はさあダウン。こっからどうする、弾を狙っても。あのね、俺は懸念してるのはこれがなんかあまりにも狙いやすすぎるので、他の部位をなんかこう、なんつうんだろうな、破壊するためにはなんか他の部位殴らなきゃいけないじゃないですか、もちろん。だからそれをなんかある意味なんか阻止してんじゃねえかなっていう、ダップね、なんかそういう見方もできるんだよね。狙いやすすぎるもんね。でこれまたか。でこれは顔狙おう、とりあえず。あ、終わり、あ、早いな。おい、あ、これここいいで大丈夫かな、これ大丈夫。おお、おおすげえ楽しい、トリッキートリッキー。さあ V 破壊きた。また来るよ。うわ、これはきつい。でもさ、あいつよりなんかいいね、マキヒコより。マキヒコは変、本当にうざかったからな。くっつく、よし、あ、やっべ、うお、ギリギリセーフ。おら、くらえ、外した。あう、やっと怒りか。さあどうする、これは。ここ登る、待て、やばい、体力がない。うわ、バーブン、うわー、危ねえみんなの耳を破壊してしまったみんなの耳をぶっ壊した。いや、今のはビビるだろう、今のはビビるって。ウィーン、おれい、このさ、上の方、行き方ちょっと見とこうか、先に。それ見とかないと後々やばそう。上の行き方、上の行き方、出てくんのかな、あの台がまた。上の行き方、今んとこないもんな。いや、行き方ないよね、今んとこ。もしかして虫そこで使わないとダメとか。カモン、よっけー、頭部破壊。もしかして V 破壊ゲーなのか。いや、ありえなくはない。激流層も使えるようになった。いや、 V 破壊ゲーワンチャンあるな。そうなった場合、今やってるのは俺は正解なのか。いや、待て待て、あぶね、大砲もここから出てんのか。なんかあいつおとなしいな、偉い。それそれ、どう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 、大丈夫。もう待て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 、それは聞いてねえぞ。ここにいていいのか。うんにゃちょっと待って、いや安全地帯じゃねえ。待って、おいおいおい、どう考えてもやべえだこれ。うおあぶねえ、もうあぶねえ、マジで。あれ食らったら終わってんな。いや、あれ食らったら終わってんな。あ、待って、なんであそこ大砲だけ。あ、じゃあ、マジあぶねえ、今の。もう、俺、いや、これさ、虫さん使いこなしててよかった、俺。今、なんだろう、本当に結構使ってたんだけど、それでもこんだけ苦戦するってことはさ、全然使ってない人もいるわけじゃないですか。その人たちはさ、本当に苦戦するだろうね。真の苦戦を強いられるだろうね、これは。うわ、いい。ナイス、ガルク。違うか、あいつのモーションか。いやー、おう。登るよ。てか、久々にこれやってきたな。あー、行きすぎー。どこ。いや、HP も回復した方がいいかな。あ、やばい。あー、
おーおーおー、毒にもなってんじゃん、優秀だなお友達。よし、これ昇竜拳ブワー、いいねー。さあ落ちろ、落ちないか。さあ虫さん取って、ナイス、ナイポジナイポジ、ういうい、うん、ちょっと俺の方ビーム見てない、見てない、今大丈夫。いや上行けんのかな、いまだに上のことが気になって仕方がねえ。あ、やばいな、やっぱそういうこともあるんだな。おっぱ、パンピー、やっちまったぜ。さあちょっと俺上行ってみていいか、上行ってみていいか、これ今試させてくれ。お、これこれいい、超いい足場あるじゃん。いっそっ、いけるな、よし来た。お、待って待って待って、あん、いけない。ちょっと待って、いけないわ。いや今ね物理的になんかいけないものがあった、なんかいけない壁がありましたね。うわ、ちょっと待って、やべ、あれこいつ強え、もしかしてこいつ強え。ちょっと回復回復回復、あれこの子強い、もしかして。ちょっと戻り玉を手に持っとこう、何があるかわからんからな。あ、やべ、スタンしちゃった、やべ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 、まずいまずいまずい、食らいすぎた。あ、顔壊れたからすげえ柔らけ、あぶね。いやー地味に回復がなくなってきたぞ、あんだけ余裕ぶっこいてたのにな。ガンガンこれ撃ってっか、さあこれ乗るよ、えい、腕だな次は。うわーマジかよ、いやーこれは当たりそう。さあ来たよ、うわあっちだったか、やばいやばいやばい、これ地上にいるとやばいです。せーの、ほいけ、よし防げ、オーケーオーケーオーケー、これなんとか防げって感じなのかな、合ってるといいんだが、行くぜ。おそらく討伐時間は20分ぐらいだと思う、だいたいこういうラスボスは大体20分かかる。おお、コリオのチケット、お腹とかのその紫のとこ、これが柔らかいな。あー、そこら辺狙ってってみるか、やべ、うわ、うん、あのやっぱ紫のどこだっけ、 あれだな、だから頭とか壊したからなくなったんだ。ここだ、あ、弱ってるマークついてる、弱ってるマークついてる。さあもう一丁来るな、これいけるぞ。オッケー、なんか来る、なんか来る、なんか来る。てかマジ登れねえのおかしいよな。いや絶対なんかあるはずなんだけどな、あれ上に。もう一回チャレンジしていい？もう一回チャレンジした方が良さそうだよねこれ。なんかあると思うもん。しゃぶやかい。横から行くのかな。いや横から行ってみよう。なんか行ける気がしてきた。こっちは？無理。だってさ、マップにレバーついてんだもん。あ、待てよ待てよ待てよ、下じゃね？おい、レバー下にあんじゃね、もしかして。レバー下にあんじゃん。おい、レバー下にあんじゃねえかよ。ふざけんじゃねえ、おめえは。おらーくらー。レバー下かよ。これは、
これはウケる。あ、レバー下じゃねえか、マジふざけんなよ。クソ恥ずかしい。いやー、よかったよかった。いや、まあまあまあ、あのね、解放で決めるのが俺のロマンだからよ。しゃあ、討伐か。そんな、そんな下抜ける系。いやー、ちっしゃいや、これはあ、上だと思ったよ、俺は。いやー、よかったよかった。これちょっと落ちたら何なのか気になるな。てか、コリオとかもう全部配信でいいんだが。なんかさ、意外と、ここまで、なんかボリュームあるっちゃあるからね。あ、でもまあ出ないわけねえもんな。そうだよな、普通そうだよな。なんか今作のさ、看板モンスターがマガイマガロじゃないですか。で、割かし、序盤でもう戦闘にね、なったんで、なんかもう、そこでもういよいよ、なんつうの、ここまで来たかみたいな、あるじゃん。ちょっとしたクライマックス感っていうね。あれをね、なんか感じてたんでね。で、ここにもあったんかよ。なんだよ。うわ、めっちゃしかも飛ぶじゃん。真ん中までグリグリ行くんだね。ってことは、あれは、真ん中でチャージしてる時があるから、そこを狙うって感じか。はぁ、これもう知ってる人から見たら、爆笑もんじゃねえかよ。俺はクソ恥ずかしいよ、今。いやー、これで、集会所も全部クリアだと思うんだけどな、俺は。まだ裏がいんのかな。この下か。深すぎてそこが見えるな。ミナト。ナルハタタ姫の気配は消え去りました。お見事です。ん、まさに異列、ここん並びなき大手柄だ。井上、ミナト、宴の準備はすでに抜かりなく。よろしい、では里へ帰るとしよう。みんなが待っている。報酬すげえぞ。なんか普通の素材と、あとここ部位破壊が腕、角、腹部、背中、まだ尻尾がありそうだったね。ちょっと待って。いや、これはひどい。取っとこう。これはひどい。このラストを迎えたのは俺が初めてだろうな。はい、ということで、ちょっとイベントがあれば俺は見るんだけども、動画がどこまで続いてるか分かりませんが、歌とかが入るとねカットしちゃいますが、一緒に楽しんでいってください。佐藤さん、雷神竜は、え、まだなんかいんのか。ちょっと待って、まだなんかいんのか。いや、怪しいぞマジで。風神雷神水神水神出てくる説あるぞ。お前チークどうにかしろ。あ、やっぱこの二人なんかあるんだね。ついよついよ、今こそ巡り合わん。あ、出会った先に何かがいるってことか。死死孫孫、大地へあまねく、いぶけ風、なれいかずち。
全然わからんかったけど天の川？なんか天の川っぽい雰囲気もあるっちゃあるよな。星か。風神、雷神、聖人だ。共鳴することで聖人が生まれると。もはや疑うべきことなく、伊吹巻彦と鳴畑太姫両方とも生きている。まあ生きてるだろうね。下校下校。二体が出会えばどのような時代になるか。やっぱ出会うことによって何かが出るのか。なんだよ、ここで俺終わったと思ったのにな。まだやっぱあるっぽいぞ。おー、まだこれから。いや、これはワクワクするね。ちょっと装備を見たいんだけども。それでは、ここのクエスト見させてください。あ、これか。どのクエストになさいますか。あれ、うわ、隠しボスってことか。あ、隠しボスってことだ、これ。あ、そういうことか。じゃあ一応、そのなんつうの、ストーリー上の裏ボス、ね、ストーリー上の裏ボスってちょっとなんかもう、わけわかんないけど、終わりってことか。あ、で、しかもいつでも戦える。ほーん。いやー、ついにここまで来たか。お、これもなんか増えてんな。主が増えてる。よし、武器見るぞ。武器。まだ右にハテナがある。いや、すげえ怪しい、この右のハテナ。まだ何かやっぱあるな。で、雷神。おお。あ、ちょっと弱くね。性能がいまいちだね。いや、この性能がいまいちな理由って絶対あるんですよ。次のとこで強化されるっていう。ってことは、まだやっぱなんか、何かしなきゃいけないんだな。で、防具。鳴る神。これ、ひらがななんだね、全部。あ、見た目も全然違う。オスとメスって感じでちょっと違うんだね。おー、かっこいい、かっこいい。で、スキルは。高速変形。お、これは来たな。あ、でもこれ、チャージアックスっぽいね。体術、抜刀術、技。わからん。ガード性能、破壊を、ガランス。お、これ、双剣向きじゃないですか。で、気になるのはこの雷門の一致ですよ。さあ、さらに強運の効果を得ると。なるほど、上位互換ですね。はい、ということでですね、今回は無事に初見で討伐することができました。いや、初見ならではの楽しみが今回出てたくね？いや、出てたよね、今回初見ならではの楽しみが。いい動画撮れたわ。すげえ自己満だけど、いい動画撮れました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。